今回、じゃんこちら !Nintendo Switch Pro c o n ロ r o l l e ラ Splatoon ー3エディションはいということでですね、スプラトゥーン3のですね、プロコン発売しました。いやー、いいっすね、新しいデザインでね。はい、ということで新しいプロコンでございます。ということで、早速開けていきましょう。はい、オープン はい、はい。まずはケーブルですね。タイプ C の新しい純正ケーブルいただきます。さあ、そしてこちらが本体です。それでは見ていきましょう。オープンじゃんおわ <laughs> すげえ綺麗だな新しいですね。黄色と青ということで。いやー、いいねおーあ、新しい。あー、すごい滑らか新品感あるね。 おー、はい、新しいプロゴンでございます。お、ここもまだついてますね。はい、こんな感じでございます。後ろの、この黒のとこにもこういった、まあ、スプラトゥーンのデザインがいろいろ書いてありますね。さあ、こちらにも、裏にもこういろいろ書いてあります。はい。ちなみにスプラトゥーン2のコントローラーと比べると、まあこんな感じですね。 まあ色が2はピンクとグリーンがイメージカラーだったんですけどまあ3は黄色と青になったということでですねまあ2の時もですねこのように後ろにね黒のところにいろんなデザインあったんですけどもまあ違いますね当然ながら結構似ているような感じはあるんですけども同じような味は出していますがよく見ると全然模様は違います裏も一緒ですね裏もこんな感じで色々書いてありますが えー、2と3では、えー、違います。はい。という感じですね。いやー、いいね。いろんなカラーって感じで。おー、すごい。カラフルですね。2と3合わせると。はい。ということで、スプラトゥン3をね、このコントローラー使ってやっていきたいかなと思います。 いやあ、いいっすね。で、まあ、プロコンなんでね、まあ、性能とかね、そういったものはもう、皆さんご存知だと思いますんで、今回はね、省略させていただきたいと思います。ただですね、ちょっと接続して、青と黄色という、まあ、新しい組み合わせのものがあるんで、えー、それをね、今回、こっちにちょっと繋げてみようかなと。どんな表示になるのかっていうのはちょっと見ていきたいかなと思います。まずは、ここ、剥がしちゃおうか。ペラーッうわー <laughs> この瞬間、たまらないですね。はい。では、押していきましょう。ほい。 あ、充電入っ、あ、入ってるか。充電は入ってる。さあ、これ、おお、繋がりました。はい。こんな感じ。青と黄色で映ってますね。これは新しいコントローラーですよね。この組み合わせのコントローラー、ない、ないっすよね。なんか、あんまり、いや、気のせいか <laughs> なんか見たことあるような感はちょっとあるんですけど、いや、それは多分気のせいですね。 はい。じゃあ、ちょっとちなみに2の方も繋げてみると。はい。ちなみに2の方も繋げると、こんな感じですね。いや、やっぱ2はすごく見慣れてますね。黒コンといえばこの色みたいなのね、やっぱ初期の頃からあるんでね。この色はすごくしっくりきます。そして、まあ今回は青と黄色ということで。まぁ、あ、スイッチ上ではね、画面ではこういう風に表示されます。はい。はい。じゃあ、スプラットン3のコントローラーですね。いやー、いいね。 これでね、今後3発売したらね、やっていきたいなと思います。はい、ということで、今回はね、Nintendo Switch Pro Controller Splatoon 3 Edition のね、こちらの新しいプロコントローラーの紹介でした。いや、すごくね、この青色とね、黄色のカラーがね、すごく綺麗で、 さらにいろんなデザインも入っててね。まあ、スプラトゥン3やる上ではね、もう最適なコントローラーだと思いますんでね。スプラトゥン3たくさん遊びたいなと思う方はね、ぜひこのコントローラー買ってね、遊んでみるといいんじゃないでしょうか。ということで今回はこれでわりにしたいと思います。デンナさん、さよなら